こんにちは、安平町復興ボランティアセンター副センター長の林健二です。はい、こんにちは、センター長の井内誠です。今回ですね、2018年11月6日ですか、復興ボランティアセンターが立ち上がったわけですが、はい、この3月31日をもちまして、復興ボランティアセンターがですね、当初、設定していた団体の活動期間3年間というものをですね、終えるということになりました。で、今回この番組を通じて、復興ボランティアセンターが取り組んできた、取り組みですとかその歩みをですね、振り返らせていただくことになりました。で、いつもアビラチャンネルに出ている、復興ボランティアメンバーの大ちゃんがですね、街を巡って、当初の、思いとかどういうことをしたかということを町民の方とまたゆうじさんも、はい、出ていただいて、振り返っている、VTR を作っていますので、まず最初そちらをご覧ください。はい、どうもこんにちは、復興ボランティアセンターの大です。今日はですね、3月31日に名称変更という形で、一つの活動の区切りをつける復興ボランティアセンターの活動の歴史をちょっと一緒に振り返っていこうかなと思っております。で、最初はですね、こちらの早北子ども園にいる我らがセンター長井内さんにちょっとお話を聞いてみようかなと思っております。では一緒に行きましょう。まず最初にお話を伺うのは安平町復興ボランティアセンター長の井内誠さんです。町内外で子ども園を運営する井内さん、地震発生当時ここ早北子ども園ではお泊まり会が開催されていたそうです。地震のあったもう20分後にはここ避難所として開放して、で地域の方を受け入れて、でその翌日にはもうボランティアの募集かけて、町を突如襲った大きな地震、混沌とした状況の中でも地震後すぐに町の至る所で避難所が開設され、多くの人が集まりました。一人も見逃さない、この言葉をテーマに動き始めた復興活動。その中で井内センター長も現場の指揮を担当すると同時に、いち早く全国からボランティアスタッフを募りました。多くの方の協力のもと、安平町のためにと集まってくれたボランティアの方々は約3000人。こちらの方から役場の方に行って、とにかく困っていることを聞きに行ったと。で、役場の方って自分たちのことを一番最後にするんですね。それは当然ですよ、住民の方が先だから。だけど住民の方が落ち着いた後にその後自分たちのこともやらなければいけないとなると、今度役場の方がパンクしちゃうんですよ。なので後回しにしなければいけない、自分たちの仕事ありませんかっていうのを聞いておいて、それをストックしておいたんですよ。郷土資料館の片付けだとか、公民館図書室の片付けだとか。でそれよりも住民の方が優先なんだけども、想定以上のボランティアさん来てますと。たくさんの方にご協力をいただき、安平町は急ピッチで復興に向けて動き始めました。日々発生する業務を把握し段取りを組むため、当初からオンラインを利用して徹底した管理を行っていました。こちらのキャパを超える、人が集まってくる、もしくはさばききれない、それが一番怖かったので、最悪の状況を想定して、こちらの自分の想定よりも少し多めの人が来るだろうっていうことで全て対応していったんですね。それでいくと、まずウェブにしないとマンパワーじゃまず無理だっていう話と、あと、予約ウェブの予約制にすると大体の人数が見えるので、生活の再建は社会福祉協議会ができる、だから災害ボランティアセンターができるけども、けど町の元気を取り戻すだとか作るっていうのは社会福祉協議会の仕事ではない。確かに。じゃあ、商工会がといっても、商工会自身皆さんご自身のところが被災している、
じゃあそれを役場にって言っても、役場は役場で他にやることがたくさんあってじゃあそれを誰かにやってよっていうのは難しいよねって考えたら、もうそれはもう自分たちでやろうと。だけど自分たちだけでもできないんだったら、今なら災害ボランティアで来てくださった方々の力を借りて復興に向けて動けるんじゃないかって。じゃあ社会福祉協議会でできないことは何だろうっていうふうにして考えた時には、僕の中では教育と、つまり子どもに関することと、それと経済に関すること、今いる大人が今は頑張るけど、この先の未来を作るのは今の子どもたちだから、じゃあその子どもたちに新しい世界と出会うだとか、あと今その子どもたちが不利益があるんだとしたら、まあそこを少しでも少なくするように何か動くだとか。震災から3ヶ月経った11月6日、復旧から復興へ、復興ボランティアセンターが設立されました。ボランティアの方とか町民の方に復興ボランティアセンター立ち上げますよっていう説明会を、12月8日に開催したと思うんですが、すごい可能性を感じたんですよね。なんかやっぱり皆さん危機感がありつつ、危機感がありつつそれが悲観じゃないっていうのが、でそれは悲観でもううちの町ダメだじゃなくて、この危機感危機をどうやって乗り越えようっていう、でそこで、動けるんだったら動こうよっていうのが、理事の方々だとか、あとは、住民の方の後押しだったなっていうふうには思うんですよね。そうですよね。かな。はい、そして次にやってきたのはこちら、早北地区にあるレストランしばらくさんにやってまいりました。レストランしばらくさんなんですけれども、料理長の中村洋二さんが、復興ボランティアセンターと観光協会がちょっとベースになってできた団体のアビラ復興加速実行委員会という団体がございまして、そこの実行委員長としていろいろ活動されてたのが中村洋二さんでございます。ではしご酒の、先ほどお話にもあったはしご酒の参加店舗としてもしばらくのご協力いただいたので、当時の様子とかを交えながらちょっと活動の報告できたらなと思っております。ではちょっと話を聞きに行きましょう。続いてお話を聞かせていただいたのは復興加速実行委員会委員長中村洋二さんです。自粛ムードが漂っていた安平町、そんな町を元気づけようということで復興ボランティアセンター主導で始まったイベントがはしご酒です。中村さんははしご酒の会場として経営しているお店を開放すると、積極的に復興に向けた動きを先導してくださいました。やっぱりこう若い人たちが頑張ろうとしていたり、あとはそういう町民じゃない方がこういうボランティアとして来てくれて、でなんとか盛り上げようとしてくれているんだなと。僕もそうだし、みんなこう商売やってる人なので、さっき言ってみたけど、やっぱり宴会自体はどうしてもこう控えめにしなきゃいけないというか、僕とかお酒 の提供するようなお店は本当に痛手なんだけれど、でもやっぱり自分たちではなかなかできない、そういう時にやっぱりそのボランティアセンターの方たちがやってくれたっていうのはすごいことだなと思って。しばらくさんがすぐね、子供園にも来てくれて、で炊き出しとかも全部作ってくれたの。あ、そうですか。ちょうど昼飯なんても全然食えないし、カップラーメンとかも多かったんだけど、そのね、そのしばらくさんが作ってくる炊き出しの昼飯が楽しみでやっぱりそこはいろんな考えというか、新しいものを受け入れて、やっぱりみんなで一緒に頑張っていくっていうことが大事なのかなと思って、でさっき言ったみたいに僕自身の考え方も大きく変わったので、やっぱりそれはみんなすごくそのボランティアセンターに、ボランティアセンターからやっぱり受けた影響はすごく大きいかなと思っていて、なのでやっぱりね、みんなそれぞれが町づくりに対して意味をしっかり捉えてやることで、それの本当の意味が分かってくるような気がして、僕はこのはしご酒に関わらせてもらってすごく思ったんだよね。参加条件は安平町のことが好きであること、みんなで集まって
時には楽しくお酒を飲み交わすことで、町は元気を取り戻していきました。このイベント、人気が過ぎて年間6回も開催されたんです。終わったそばから次いつやるのって言われる。いやでも今陽次さんの話聞いていかがでしたか。いや同じだなと思ったのが、災害ボラ船で住民のところに行ったらすごい大変な状況なのに、もっと大変な人がいるだとか、自分で大変とか困ってますってことを言わないで頑張ってる方がいるって、あって困ってる人は自分で困ってるって言わないし言えないっていう、そこに何か力になれるものがあるんだとしたらっていうのが、災害ボラ船も復興ボラ船も、まあ根っこは同じかなっていうのは。そうですね、そうですね。続いてやってまいりましたのはこちら、道の駅アビラデゴイチステーションでございます。道の駅オープン当初からですね、復興ボラ船もいろいろお世話になっておりまして、まあ、一番最初に声をかけていただいた安平町役場の職員の方とお話しさせていただくことになっております。では話を聞いてみましょう。お次はですね、こちら安平町役場の地域推進課岡康弘さんにお話を聞いていこうかなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。役場職員なんで、はい、まずはもう役所に行かなければ、うん、役場に行かなければならなかったんで、うん、まあ、すぐ着替えて、はい、自分大宅地区の庁舎にすぐに行きました。なるほどですね。衝撃だったのは、大宅の神社行った時に、神社の社務所の玄関が柱がこう折れてたりとかですね、あれはすごく衝撃でした。あ、そうなんですね。道の駅まだオープン前だったと思うんですけど、ちょっとオープンやばいかなみたいな。ああ、やっぱそれはもう、あれ、これ道の駅まずいんじゃないの、ね、っていうのは常にありました。まあ、心のどっかでは延期した方がいいかなっていうような気持ちもあったんですけど、避難所運営をしている中で、はい、まあ、いろんな方からのこうご支援が来るわけですよ。そういう、こう外のパワーを感じたときに、まあ、どっかの時間帯で時期にもう、震災の復旧っていうところから、まあ、明日に向かってこう復興にこう行かなきゃならないところがあるんだけど、はい、その契機ってどこかなと思ったら、やっぱりなんかこう春って大きい、ね、そうですね。震災があったにもかかわらず、道の駅は無事4月オープンを迎えました。復興ボランティアセンターのメンバーもオープン初日から翌月のゴールデンウィークまで、この場所に来ていただいた方々のお迎えをしました。いや、ゴールデンウィークすごかったね。すごかったです。あれはすごかった。安平町をもっと良くしていきましょうよっていう人たちと一緒にこう、なんていうんだろう、復興させていくってことをしないで、何が復興かと。あ、前の週はしご酒やってさ、はい、その翌週の確かににはなんかオープンしてさ、そうですね、ゴールデンウィーク10連休突入でもう毎日お店やってるさ、はいはいはい、でその後にすぐに復興感謝祭だからね、はい、そうですね。そのなんつうの、パワーというか、確かに、ね、常に僕らこういう感じなのであれなんですけど、そういうそのなんか作業ベースじゃなくて、うん、気持ち的な問題かな、本当に助けられたと、ね、いやでも本当にその僕らもそのお手伝いさせてもらってる側ですけど、もう本当に楽しくて、もういかに次の日どうまたより良くしていくかみたいな。この震災の時にも顔を見てた方が、はい、来ていただいているのを見て、はい、こんな嬉しいことはないなと思いましたね。震災から8ヶ月が経った5月18日この日、これまでお世話になったボランティアの方々に感謝の意を伝えたい、復興ボランティアセンターは道の駅にて復興感謝フェスを開催しました。本当にたくさんの人が来てくれましたね、パネルディスカッションじゃないけど、うんうん、まあ、町長とも呼んで、うん、
その振り返りをしたいと、はい、うん、長所まず聞いてみたいんですけど、ボランティアに参加したことありますよ、しますというのが手挙げることはあっていいでしょうか。岡さんも話されてましたもんね、道の駅の。あ、そうですよ、ですよね、確かに突然だったんだよねもう大ちゃんもみぞちゃんもいねえしさ、俺レジの後ろで、そうですね、パンパンやっててさ、エプロンつけてました、エプロン皆様ようこそアビラ町へ。それから震災の時には、本当に助けていただきまして、ありがとうございます。で行ってそこでマイク取って、まずはなんかお礼を言わなきゃなんないなって思った瞬間に、うん、俺ちょっともう涙がこみ上げちゃってしまう、ね、まずそこで思い出したのは、その、まあ、僕避難所にずっといたんで、うん、避難所でね、やっぱりその大変だった人たちもいたわけですよ、まあ、しかも避難されてた方でその後亡くなられた方もまあ何人かいらっしゃったり、そういうのを思い返すと、まあ、こんな日が迎えられてよかったなって、こう皆さんがこういうふうにこう関わっていただけたことが、なんか本当に復興に向けてのいいパワーになってるなっていうふうに実感をしています。ありがとうございます。どうよ今のコメント、どうですか僕らに対するその復興ボランティアセンターとか、あとボランティアさんに対する思いをすごく持ってて、あの道の駅を立ち上げてきてるっていうのを聞けて、僕はすごく嬉しかったです。いや本当にありがとうございます。腕を上げたね。いや結構長いんでありがとうございます。じゃあ今回はアビラ町役場の、地域推進課の岡さんにお話を聞かせていただきました。岡さん今回ありがとうございました。ありがとうございました。いやなんか観光協会の方もそうだし、でこの頃ってまあ、この岡さん、道の駅も岡さんもそうだけども、それ以外にも建設家の方々とか、なんか役場の方々いつ家帰ってるんだろうと思って、もう役場が不夜城になってて常に明かりずっとついてたなっていうのがね、印象的だな。本当に役場の方々もまた被災者なわけですよね。そうだけども、やっぱり皆さん本当にアビラ町のためとか町民のためっていうのを本当に一番に考えられて、うん、本当に全力で、仕事に当たられたっていうのはやっぱ僕らもすごい見ていて、うん、やっぱ本当に純粋な気持ちで、お手伝いしたいとか、うん、もっと僕らは力に、なれる、なりたい、なんかそんな気持ちでやっぱいろいろ道の駅にお手伝いしたりとか、うん、いろんなイベント活動、ボランティア活動をやったりとか、まあ、復興感謝フェスもそうですけど、なんかそういうのを本当企画させていただいたなっていうふうに。なんかちょうどこの頃って誰と話しても気持ちが一つっていうかつながってる感じがして、例えば先ほどの幼児さん、民間の方だし、あと岡さんもそうだし、で役場の方もそうだし、で地域の方も、でどの方と話しても前に進むんだっていうのが伝わってきて、なんかその今思えばその一体感というか、最後にお話をお伺いするのは復興ボランティアセンター理事長西村二郎さんです。丸2週間毎日アボ会館行って、まあ邪魔にならない程度に手伝ってた。町内会の役員として出てきて手伝ってくれなんて一回も言ってない。みんな自主的に、大変だったけど誰も文句言わなかったしね、誰も文句言わなかった。町の公民館には多くの町民が集まり、朝昼晩共に生活を過ごしました。地震が9月じゃないですか、はい、地震9月なんだけど、その半年前の3月いっぱいで会社を辞めてるんです、退職してるんです、うん、で地震がありました、うん、でまあ避難所を手伝っていろんなことでボランティアの人が活動してるのをずっと見てました、うん、
いやたいやち道内各地から来てさ、全道外からも来て、いや俺すごいよ、真剣にやってくれるよなって思いはあった、そしたら突然ね、ゆっさんから電話来たのか、園長から、うん、ちょっとご相談あるんだって、で電話来て、もういいですよって、別にそんな福保さんに立ち上げるの知らなかったから、で電話来て、でその時にゆっさんのお父さんも一緒に来たさ、お父さんも一緒に来たのさ、もう親子で圧力を感じるわけさ親子の圧力をで、いやみんなはやってるんで、若い人たちがそうやって真剣にやってくれてるのに、俺だけがいや、やだやだって逃げることにはならないなと思って、うん、できる限りのことは手伝いましょうと、うんうん、おそらくこの後引き受けたっていうことはね、うんうん、またうちの妻からまたよいろんなこと引き受けてって文句言われると思ったの、これ文句言われると思ったら、逆、うん、みんな若い人は真剣にやってくれて断るなんて言ったら、いやいや今までとちょっと違うなってで半年経った頃エントランスを立ち上げるって話になったよね、確か春だよね、あの半年間ったら本当に自分は この福岡先生って何をやるってどうすればいいのか、でこれエントランスにするっていうけど、こうどんなの本当にあの時一番、逆に一番不安だってどうなるんだべって、うん、震災から約1年後、日頃から人々が集まりコミュニケーションを取れる場所を作りたい、そんな思いで立ち上がったのがコミュニティスペースエントランスです。クラウドファンディングによって資金を調達し、町民の手によって改修が行われました。この復興ボラ船のメンバーに話っていうか加わらなかったら、もう黙って毎日テレビ見てるだけでしょ、体、うん、いろんな人と一緒にこう活動っていうかやったおかげで体も大した自分のためにもなってると思うわ。待ちに待った11月16日、未来への入り口となるエントランスがオープンしました。町民のいろんな意見、話を聞いて、はい、その考え、思いを実現に向け、うん、していってもらうような行動をしていってもらえれば、うん、してほしいと思う。はい、うんうん、あそこにいる人たちに相談すれば、という一つの、そういう場所にもなってほしいし、そういう人たちにもなってほしいなと思う。2年半経った今も、コミュニティスペースエントランスは町の未来を考え、共に作っていく拠点として多くの人に愛されています。だから西村理事長って、それこそ西村理事長こそこれからのモデルの一つだと思うな。なるほど。で、うちらみたいな若者を温かく見守ってくれて、しかもアドバイスもくれて、で自分もしっかり動いて、でそこのところに一切の私利私欲がなくて、町のためにだとか、町の人の声を聞いてだとか、なんかああいう生き方っていいなって。いや本当ですよね。やっぱり理事長は憧れるな。で理事長自身もちょっと楽しそうだったりして、だってあの安倍らちはやっぱり元気な方が、年配で元気な方がすごくいるから、本当これからも力貸してほしいなと思うよね。本当そうですね、本当にこう復興ボラスの取り組みを信じてくれてるなと思ってて、これでどうなるのかっていうのは、見えない部分もあると思うんですね、でこれは我々の伝えられることもしっかり伝えられてない部分もあるかもしれないし、逆に僕らも分かってない部分がある。ただ
このエントランスを作って、町の一丁目一番地に明かりを灯して未来の入り口を作ろうよっていう、なんかちょっとこう壮大なことに、いいよやろうよって言ってくれて、応援してくれて、あの自分も一緒になってやってくれて、本当に支えられてるなっていうふうに思いますね。信じてもらってるんだったら余計頑張ろうと思うし、そういったのがしかも町の方から、でずっとこの町を作ってきてくれたあの先輩から言われるのはね、まあ力になるわ。井内さんはセンター長としての区切りを3月31日で一区切りをされてですね、あの次は僕が新しいリーダーとして、あの一般社団法人エントランスを担わせていただくというふうな話になっているんですけれども、なんかこうどうなんか思いというか、あの新しい若い力が来たのであれば、今度は先ほどの西村理事長の話ではないけど、僕が若いリーダーや若いメンバーを信じてみよう、そして期待してみようって、そしたら次はどんな未来が待ってるんだろう、なので今復興ボラ線が一つの区切りをつけてエントランスに変わる、じゃあそのエントランスに対して、まあ、あの僕が何かを引き継ぐだとか、これを期待するっていうものは何もなくて何もなくて新しいメンバーを信じる、そしてそこから何かが生まれるというものを期待する、最後に、はい、この話を、締める中でゆうちさんから、一言お願いします。はい、それでは改めてなんですけども、災害ボランティアセンターから始まって、そして復興ボランティアセンターとなって、もちろん町外の多くの方の協力もいただきましたけれども、何より町民の方の理解と協力がなければここまで活動することはできませんでした。この緑のユニフォームを着て町を出た時に声をかけてくださった方々、またこのエントランスに立ち寄ってくださった方々もそうですし、早北小学校のテニスコートを直すときに、住居を貸してくれた方々とか、いろんな活動をすべて支えてくれたのは町の方々でした。そういった方々にこのコロナの状況で直接お礼は言えませんが、改めてこの画面を通して、お礼をお伝えしたいなと思います。この3年間本当にお世話になりました。どうもありがとうございました。復興ボランティアセンターとしての活動、まだまだ、やれることはあるなですとか、もっとこうしたら、いいんじゃないかっていうふうに思ってる部分たくさんあるんですけれども、最初に井内センター長が言ってました通り、活動を3年間で区切ることがやはり、一つのゴールを達成するとか、次に進むために必要だよねっていうことを、僕たち復興ボランティアセンターのメンバー全員が、意識を統一して活動してきたと思っています。4月1日からはですね、新しく団体名をエントランスに変えて一般社団法人エントランスとして、またこのエントランスを軸に安平町を前に進めていく、町を盛り上げていく活動をしていけたらなと思っています。本当にこの3年間ありがとうございました。はい、ということで、本日の、この会を終わりたいと思います。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、震災を経験してるっていうことは、辛さだとか悲しみだとか、あとそれを癒す優しさだとか、そういったものは絶対失っちゃいけないし、そういったものを抱えた上で、よし未来に向けて頑張ろうっていう、そんな街になってくれたらいいなって思うし、同じようにもしかしたら被災するような街があった時に、けど安平町も前は災害被災したんだけども、今はそういったのを乗り越えてこんな街になってるよって、語ってもらえるような、そんな街になったらいいなと思うし、十分安平町ならできると、そういうふうに思ってます。一冊二冊はい、ございます。すごい、
これちょっと1ページ目からおえ、もしかしてわあすごっ全部そうです、すごいすごい。に載った、アビラ町に関わる記事だったりとか復興ボラ船、災害ボラ船のうわ、すごい記事を日付まで本当だ。そう最初から全部撮ってくれてていやすごい、初めだけどあ、本当だ、この写真いい写真だよね、なんですこれ。これだもん。確かに。これは嬉しいぞ。